こで聞こえますか？聞こえましたか？すいません。聞こえてますでしょうか？マイクの設定がちょっと違っていたので、落っこっちゃってたみたいですね。ね、地震があったり、今ちょっと FMLE が認識されなかったりで、ちょっとバッタバタしてたので、マイクまで頭に回りませんでした。こんばんも。こんばんもじゃない、こんばんり。ね、いきなりね、配信しようと思ったら、グラ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 ってきたんで、私のこのね、マイクの設定が落ちていたようです。改めてご利用配信開始します。うちの子のね、カメラくん、地震が来ると思いっきり揺れるんですよ。アスト、いえ、今日はマイクオフたまま4分間 W ケロッとしとる。シャープ、今ターミー。シャープ、おもちシャープリモ、スタンプライブアット。おふっとこうかな、そしたら。とりあえず、掘るよ。今日はちょっと地震とかがあって、ちょっとパニックではないんだけど、設定も、FMLE の設定もちょっとね、っていうか認識しなかったんで、ブロードキャスター一回落としたりとかしたんで、あと FMLE も一度落として、返信し直したりとかしてたんで、音声の方まで頭がいってませんでした。内蔵マイクになってて、内蔵マイクじゃない、内蔵の音声だけを拾う形になってたみたいで、今マイクの方にちゃんと設定を変えたので、とか言ってると思います。申し訳ないね。そういうこともあります。普段の時にちょっとね、トラブってて、ブロードキャスター繋がるか繋がらないか、繋がなかったらちょっと配信できなかった。だけど、繋がったので、さあやろうかななんてやってたら、グラグラっと来たので、でね、このカメラがね、意外すごい揺れちゃうので、カメラ用するくらい揺れるんで、ちょっとね、収まるまで、配信ストップしてました。震度いくつだったんだろうね。もう最近震度4くらいだとね、またかって感じになりますね。また来たみたいな。そう来たかみたいな感じですね。
え、だって、わかってたもの。カメラが、カメラが言ってないよりは、画像が言ってれば別にうち問題ないんで、画像さえ言っててもらえれば、別にそれは構わないかなっていう感じなんで。んで、別に、あれなんでしょ？大丈夫なんですよ。カメラが本当にゼットライトにくっつけている状態なのでブランコがするんですね。提案されているんですけど、ゼットライトを揺らしているみたいなものなので、本当にカメラ用よ、カメラっていうか配信してる画面が、本当に気持ち悪い揺れなので、今日ね、あ、そう、さっき配信してるっていうか、音声言ってると思ってて話してたんですけど、なぜ、今の時期にラムネかというと、最近ハマってるのが、プッチョのラムネ味なんですね。なので、ちょっとラムネを掘りたいなと思って、ラムネ瓶を掘ります、今日は。は？スタンプライブアット、はい、またカーです、また地震でした。地震ね、多いんでまたカーですよ。テクラガリになってる？大丈夫かな？ほんとなんかテクラガリチップなのよ。こっちのライトどれなのか。よいしょ、少し下げまーす。この間の配信の時にライト上げっぱなしにしてたんで、ライトを戻しました。例えばこの間の、iPhone ケースじゃねえわ。iPhone の、まだ見せてないよね。接触ではね。どうだよ、こうしたので、あ、いい、こういうこと見えてるかな。ちょっとね、本当に静止のカメラと、ウェブカメラの差が大きいので、うちの配信ね、こういう風に折り込んで、切り込んで、こういう感じにして、で、そのところに蓋をつけて、何が映ってるかわかんないね、こんなに接触だとね。こういう風にして、ここをくっつけて、蓋もつけて、iPhone の形の付箋仕入れを作ったっていうことですね。わかりづらいですけど。分かりづらかった説明でした。はい、これそれで うちの子供が欲しいっていうんで、これをあげることになりました。はい。はい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 。ラムネを掘ってきまーす。今日はラムネだよー。ちょっとね、
喉イガイガするので、ラムネじゃないわ、みゆきに舐めます。ミルキーでーす。掘ってるのはラムネ。ラムネホリホリです。ラムネビン。またあれを作んなきゃいけないんだよね、もう一個自分用に。さっきの iPhone の形のセンスケース、自分用に作ったつもりが一番下に取られるんだよ。知らないですよね。落書きして終わりになるんじゃないかなと思うんですよ。ヤックスのことだから。仮面ライダーの名前かなんか書いて終わりじゃないかな。配信終わったらもう一回作るんだけどね。その模様は配信しません。散々ね、3日間やったんで配信はいいだろうと。やらないと思いますよ、あんまり。基本自分の配信ではないと思ってるので、ペパクラはね、気分が乗った時しかやりません。深夜帯とかになると思う、もし配信するとしたら。時間はね、ホリホリを見に来てくださる方が
たりするかなと思うので、アメカユ。もしくは、このチャンネルじゃない方でやるか。猫のチャンネルかもしれない。それはちょっとその時の気分だな。猫のチャンネル、今放置状態なんでね。ちょっとごめんなさいね。子供がもしかしたら降りてきたかな。こっちに書くの？ももたんの方に書いてくるよ。見たら。なんで。ガラス、アスト、一石二鳥で FW。 じゃあ、っていうか、ももじの方の書き込みをするんでしたら、ももじの方に書き込んでもらえないと、私これアーカイブ残していますんで、よくわからないかも、他の人が。アーカイブを見てる人が。なので、ももじの方に書き込んでくださいよ。ハッシュタグつけないで、こっちの。申し訳ないですけど、申し訳ないんですけど、ちょっとアーカイブで見てる方もいるんでね。申し訳ないね、カルタン。ごめんね、ちょっと子供がちょっとトイレ行ってるみたい。ちょっと席外しますよ。はい、出て出て。
と席外しまーす。ちょっと待っててね。すいません。ちょっとね、はい、お子様登場。はい、今度は登場。はい、こんばんはして。はい、こんばんはして。こんばんはは。こっち向いて。こんばんはして。こんばんは。あっち向いて。寝起きです。寝起きだ。誰なのかな。お腹がぐるぐるした？ぐるぐるした。ちょっとぐるぐる中みたいです。お腹ぐるぐるです。ちょっと待って。お腹がぐるぐる大丈夫かな？ポルタンがこんばんは言ってる。このね、アールグレイさんは、あれだよ。どうでしょう、好きな人で。どうやって東日本行く、うん、事故のやつ。ウィブの人。ウィブ。今嫌だ。そっかそっか、じゃあいいよ。はい、寝るかい？寝るかい？おやすみなさいして。おやすみなさい。みなさんバイバイ。はい、皆さんバイバイして。バイバイ。手を落として手バイバイして全体です。バイバイ。バイバイ。 RRRGRAY。 お、小さな動画発見。ワク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 。そう、うちの動画描くんです。はい、はい、明日。あ、アイさんだ。お、バンディ。こんばんり。ちょっとね、うちの息子ちゃんがお腹が痛いちゃったらしくて、おトイレに行ってきました。おやすみなさい。はい、おやすみなさい。バイバイ。シャープピポバイスタンプライブアト。そうだね。ん？あれって何？お茶？ん？お茶飲むらしいです。じゃあママこれやってていいですか？はい、じゃあ寝てくださいね。はい。アイさんこんばんは。おやすみなさい。だって。アイさんこんばんは。もうお腹がクルクルしたみたいで。うちの動画化くんでした。はい、アシト、おやすみなさい。シャープ、イモ、スタンプライブアット。うん。はい、おやすみなさい。うん。
さっきの件はよろしくお願いします。いろいろいらっしゃいますんで、ちょっと揺れてる、それ私のせいか、これ今揺れてるのは。なんか地震なのか何なのか分かんないですね。先ほどの件、広がりを注視してましたが、はい、了解です。 M、はい、申し訳ないですが、よろしくお願いします。スタンプライブアット、はい、アスト、かわいいシャープピボ、スタンプライブアット、ゲスト出演さんでした。ゲスト出演さん、今ちょっと寝に行きました。いつもはね、朝まで寝る子なので、よっぽどお腹が痛かったかなんかみたいで起きてきました。本当寒かったんで。お腹冷えたんかもしれないですね。そうね、雨降るし、もう、なんか止んでたから、なんか、カッパ着ないで帰ってきたとかって、びちょびちょって帰ってきたりもしてたんで、お腹冷えたかな。寒いもんね。寝室はだからちょっとエアコンかけてあげたんですけどね、ダメでしたね。やっぱお腹に来ちゃったみたいですね。たまにうちの息子ちゃんはゲスト出演、声の出演 していますのでね、タイミングが良ければ、ああやっちゃって、ミチャーって入ってきたりしますね。ガラス、アスト、そうですよね。地震でも起きないんですものね。そうそう。大丈夫かな。そう、よっぽどじゃないと起きるんですけど。今日は一度ちょろっと起きましたね。ママのキュッチ。はい。シャープ、リモ、ね、スタンプライブアット。の。浜山さん、こんばんも、こんばんはじゃない、こんばんもりゅうちゃんだよね、こんばんり、どうしてもこんばんもって言ってしまう、こんばんはーでーす。今日はね、ラムネ瓶入ってます。もともとね、あれなんですよね、うち、私もまあお腹が強くない人が、パパさんはまあ、そんなことはないんですけど、私があんまりお腹が強くないので、意外とね、そういうところがあるのかもしれない、うちの子ちゃんも。調子とか牛乳飲めないのはうちのパパに似てるんですけどね。今日ね、給食の牛乳だけは飲んでくるみたいですけど、うちでは牛乳飲まないですね。平気ですかね。私小さい時牛乳ちゃんと飲めてたし、ケーキも好きだったんですけど、ケーキの生クリームダメですからね。今日好きだから食べるんだけど、お腹にくるんだよね。かゆ、目がかゆい。
な、また降りてきた。大丈夫かな。安田さん、ねえ、安田さん、今いい役者さんになってますけど、安田さん、リバースですね。安田さん、安田健さんっていう人がいて、同じ、どうでしょうってね、有名になった。大泉洋さんとか、鈴井さんは社長さんなんですけど、そこの事務所の安田健くんっていうのがいて、最近よくいろんな、ドラマとか舞台とかに、ね、こっちの方でも一回出ていらっしゃる方なんですけど、まあどうでしょうとかね、他のナックスの番組とかでね、必ず牛乳。ウォッチングにも、スタンプクリエーションをユーストリーム。シャープリモスタンプライブアット。水さん、こんばんは。グッドイブニー。今日はね、ラムネ。ラムネの、なんだろう、瓶ってなんて言ったらいい？そうそう、さっきね。地震があったので、配信ちょっと待ちましたね。さっきの安田さんっていう人がいて、その人が、牛乳、一気飲みをできるとか言うのに、だから必ずリバースするっていうのは、お約束なんですね。本当？できるよ、どうでしょうの話。じゃあ、この、あ、そうそう、ボトル。ガラスのボトル。はい、ボトル。レッドヘッド、アスタリスク、ウェイブ、アスタリスク、グッドイブニング。こんばんは、トマークリモ。こんばんは。シャープリモ、スタンプライブアット。ラムネ。今日は来るかも。ソーダ、ソーダ。そうそう、ソーダ。ソーダボトルじゃないかな、入れ合ってるのかな、ソーダボトルです。ジャパニーズソーダボトルでございます。キーさん、こんばんは。みさん来てくれた。あと、あれですね、どうでしょうナイトがやりたいですね。どうでしょうナイトだったらどうでしょう、知ってる人いっぱい来るからね。ガラスボールが入ってるの、ここに。ガラスボール。でも何？ガラスボール？違うな。ビー玉ってなんて言うの？難しいね、説明がね。というか、貼っつけてくれさい。こういう感じの瓶を。誰か、これです、みたいな。これこれ、みたいなの。一目瞭然だと思うんですよ。貼っつけた方がね。でね、またうちの息子さんがお腹が痛い痛いです。ふーちゃん、おいで。
外国人の方がいるから、グッドイブニングって言ってあげて。シー、アスト、アットマーク、ネット、PLSC、シーページ、シャープ、イモ、スタンプ、ライブ、ありがとう、シーさん。シーさん、ありがとう。なんか貼ってくれた。そうそうそう、これです、これこれ。Thank you。 みさん、 Thank you。 A グラスマブルインジーズボトルズ、シャープ、イモ、スタンプライブアット、マーブルなんだ。 C、アスト、イ、シャープ、イモ、スタンプライブアット。でね、うちの息子ちゃん、はい、出たり来たり来たりしますけど、ラムネです。ラムネがラムネの瓶です。さっきね、そう、ネットニットさんね、またね、アースキュー、あ、地震地震ってなったらいい、アース、だって言ってたけど、そう、来たの、配信のね、直前にブラブラって。ノーマーマンとこで多分揺れてた。あ、ノーマーマンとこでは揺れないんだよね。地震地震ってみんな多分言ってたと思うんですけど。あ、それでもしかしたらうちの子起きちゃう。なればないな。地震で起きないかな。そうだったの。ね、英語全然辛くしダメなのね。もうまあまあ悪いとしてますけど、私も作業中なので、もう検索をするとかそういうことがね、もうできないんで、あんまり申し訳ないですけど、皆さんご協力お願いいたします。手がね、4分あれば、翻訳とかね、できるんですけど、手が、残念ながら2分しかないので、さっきのラムネさんね。これがね、美味しいんですよ。とってもデリシャスなんですよ。私大好き。ラムネ大好きなんですよ。もうこれがね、綺麗なんだな。ビューティフルカラス
見に行かない。すごい綺麗なのガラスだね。昔からあるものなんだけど、昔はね、これ手で作ってたんですよね。今はあまり見なくなりましたが、ちなみにどれだけのサイズかやってない？ガラス、カスト、ホリホリは作業系ですものね。そうです、作業系。僕だったら作業の手を止めて検索してしまいます。僕の配信は見た目作業系だけど雑談系なんですね。 W シャープ、リボ、スタンプ、ライブ、アット、上下が30、カスト、マウ、ミッドスライス、リボセイング外来クラブで、ミッドスレリシャス&ボトルザービューティフル、シャープ、リボ、スタンプ、ライブ、アット。このくらいのサイズで、今映ってるかな、ちゃんと。今見ます。サイズを確認しますね。サイズがね、どう映したら映るのかっていうことでしょう。こんなサイズで貼っております。見えるかな？こんなサイズですよ。ね、はい、アスト。アットマークネットヒットザクエコーパレットジャストミニアツアゴー。シャープ、リボ、スタンプ、ライブ、アット。ありがとうございます、皆様。こちらね、本当に。なぜこの今喋っているのがいるかというと、画面はあまり見ていないっていうことなんだよ。たまにね、私の方が先に、この喋っているツイートをね、トーキングして書いている。なんかもう、あれみたいだよ。私はもう、なんだっけ、ルー大芝みたいになってるよ。トーキングツイートじゃないからね、これ。本当にチャラッターっていうのなんで、トーキングマシーンじゃないな、アプリ、トーキングアプリ。ツイートトーキングアプリ。いますからね。シーン、アスト、69円眠ってるちっこいボトル入りのラムネの我が行き、シャープ、リモ、スタンプ、ライブ、アット。69円で売ってるちっこいボトル入りのラムネの我が行き、ルー大芝は僕のツイキャスにもW、シャープ、リモ、スタンプ、ライブ、アット。いいですよね、あれね、ちっこいやつ。シーン、アスト、うんうん、シャープ、リボ、スタンプ、ライブ、アット。ありますよね。そうそう。昔はね、ああいう瓶とか返してお金もらいたいんですけど、今どうなんでしょうね。昔ね、酒屋さんとか行って瓶返して、いくらでも返してもらいましたけどね、ことずつ。はい、ラムネとルミネって似てる。似てる似てる。ルミネドットやルミノドットだった。シャープ、リボ、スタンプ、ライブ、アット。ルミノドットも買わなきゃ。なかなか買えません。
買えません買えません買わないとね。夜中に今度どうでしょう談義しましょうか。夜中って言ってもあれですよね、アルグレイさん夜中は困るんですよね、次の会社だからね。お休みの日だったらいいのかな。もうシェフ大泉とか語れるところいっぱいあるからね。的にはとっても語れるじゃないですか。あれ史上最長の、あ、これじゃないんじゃない、これは駄菓子ホール、これ普通のラムネでしょ。ラムネじゃなくってこれじゃないラムネじゃない、あの液体のラムネだと思うけど違うのかな。ラムネ菓子これはね、これビー玉入ってないし、そうそう水曜どうでしょうね。ネタ的にいろいろありますね、面白いでしょ。うちの旦那さんこの間本買ってました。ヘッドヘッド、はい、トランスレーション？トランスレーションって何やねん。トランスレーション、トランスレーション、トランスフォーマことなのね。はじめカズマさん、こんばんは。そういうことね。はじかも今翻訳って言ってくれたのね。はじの616トランスレーションで翻訳ね。ラブリュー、こんばんは。シャープピモスタンプライブアット了解。揺れたね。RRRGRAY。 ちなみに初回のパスタの種がダメになりました。わからない人には全く通じない話。そうね。シャープピモスタンプライブ。ピザのあのパスタというか、あれはパイ生地ですね。パイ生地がダメになったんですね。ピザ生地ではなくパイ生地なんですね。
ますよね。どうでしょう、知らない人には何の話って並んでますもんね、あれね。本当に。間違えた。シャープ疑問スタンプライブアート。よし。結局トータル何回作り直すんでしょうか。なんかね、3回だったかな。地震がありましたけど、皆さん大丈夫ですか？ちょうど配信直前でしたんで、少し遅くなりました。英語ができる方が本当にいいですよね。私なんか全然できないので、ね、どうやってうちの猫にちゃんと読ませられるようになるでしょうか。感じですけどね、あの人がちゃんと読めるようになってくれるといいな、会話ができるようになってくれると。あれからトイレ起きてこないですね。大丈夫かな。海外放送してますよ、確か。アメリカは放送してたんじゃないかな。どうでしょうか。うん、確かどうでしょうか。アメリカも放送してたはず。エリアに入ってたというか、放送してますせいに入ってた気がするんですけど。どうでしょうね。ホームページに書いてあると思うんだけど。なんか書いてくれたのね。Thank you. I'm not going to be able to do it.
およ、どうでしょう、話ができるなら英語勉強する気になる。シャープ、リボ、スタンプライブアット。けど、あれ、微妙なところの説明が難しい。ありがとう、私も全てが平穏になってほしいです、うん、あなたの踊りと支援に感謝します。ありがとうございます。シャープ、リボ、スタンプライブアット。シーさん、ありがとうございます。なんて書いたか、もう読む記録もないっていう感じで読むのを断念しました。申し訳ない。うちのね、うちの子さんはね、今ね、公民館で英語、英会話ね、イングリッシュ習ってますが、で、公害じゃないね、あの、幼児英語ですね、習ってますが、あの、ここのところで計画停電やら何やらで、もう1ヶ月ぐらいね、公民館のほら、停電しちゃうと、開かなかったりしちゃうので、1ヶ月ぐらいね、今お休みなんですよね。で、明日は、ですね、懇談会がちょろちょろっとあるので、取れる気がしないでね、なしにちょっと、なかなかだから進まないの。困っちゃったなーみたいな。公民館でね、一回800円でやってもらってるの。よしっしょ。ポルトガルの方なんですよね。奥さんは日本人でね。ガラス、アスト、アットマーク、ネットヘッド、アンドコート、サンクスフロムジャパン、アンドコート、アイアットマーク、アンゲルゲート、アザットマークにも、シャープにも、スタンプライブアット。うん、シャープリボスタンプライブアット。あの、ちょんまげ言ってると思ってる人が未だにいるのかな。昔の映画とか見るとありえない服装してる外国人から見た日本人が映ってたりしますよね。水曜どうでしょうの面白みが外国の方にわかるのかな。出したいんで、細かくしまして、自分で今、じったなと思っております。しくじったと思ってます。もう少し簡単にすればよかった。
チミグリーカーですね、本当に。フランスの方とかね、いっぱいアニメとかそういうの見てる人も見てないのと思うんだけど、いまだにそうですかね。で、中国と日本との境がなかったりとかする人もいますよね。現代劇でもおかしいもんね、日本人のあの描写の仕方ってね。あんな人いないよっていう人いっぱい出てくるかな。あれでしょ、外国人から見るとみんなメガネかけてて出っ歯で首からカメラ下げてる感じじゃないの、まだにイメージがすると、こうなるのかな、下手すると。巨人ちょっと見てみよう。お、すごい絵だね。お、すごいすごい。仮面ライダーいるんだけど仮面ライダーいるよ、仮面ライダー。ん、すごいすごい。次のページ、はい、すごいいっぱいある。ちょっと、お、そうなんだ。ちょっと今これブックマークしてみます。ブックマーク、はい、
スマートしてきました。ちょっと下の方までちょっと見てみますね。それでこの ここに一番下のスープに行くと下の方になる、はい、ページ PR、うん、リンクで次のページに行きます。なんか日本人が書いてるっぽいのではないのか。これはカゼロ616やっぱり仮面ライダーのポスターが見えね。すごいね。あれもニュースになったけど、すごいすごい。ジャンプにもスタンプライブアット。あれすごいよく書けてる。あ、巨人兵だあ、巨人兵か。巨人兵いるよ。巨人兵埋まっちゃってるよ。トトロもいるし。ほんとだね。ね、日本人が書いてるっぽいのもありますね。どうしても日本人なのか中国人なのか分かんないような絵になってるのもあるね。うん、いっぱいあるね。すごいいっぱい。あとでちゃんと見よう。うわ、すごいね。現場対戦かな。なんかすごいのがあるよ。そんなにいっぱいあってね、いっぱいこういう風に書いてくれる人がいるんですね。あ、いやいやいや、全然大丈夫ですよ。あとでちゃんと見まーす。はい。続けて撮ってきますよ。目を止めさせちゃってごめんなさい。シャープ、イモ、スタンプライブアット。ね、細かい作業なんで、たまには目を離さないと。夢中になっちゃった W。シャープ、イモ、スタンプライブアット。たまにね、目を離さないとね、ボケるっていうか、なんだろう、こう、疲れるので。あとであれ、ゆっくり見まーす。ウルトラマンいた、ウルトラマン。仮面ライダーとウルトラマンいた。トトロもいたけど。ねえ、仮面ライダーってウルトラマンって本当にいたら助けてくれるのに。ゴジラでもね、ゴジラでも。大魔神でもいたな。アスト、今度から単発に
散髪。シャープピモ、スタンプライブアート。ありがとうございます。カゼロ616。そういう意味では超能力者や魔法使いさんはやっぱり偉大な方だとちょっと思った。本当にちょっと思いますね、それね。無限魔転生みたいなね、あんな感じにとか。ね。考えてみたら全部そういう作品って日本の作品だね。一回も出てくるのも日本の作品多いし。日本のアニメの影響力はすごいです。ねえ、シャープピポ、スタンプライブアート。では、今度、ごにょごにょなんですが、なんかパパがちょこっとお仕事やっている、あれで、ユーストリームとか、してるものにユーストリームとか書いてあったりするのがあるらしいですよ。なんていう作品か私ちょっとど忘れしたんですけど、企業名がね、キャラクターが着ている洋服にね、書いてあるんですって。家の中にインストリームとかが入ってたりとかするらしいです。アントマークカゼロ616。というより、ゴジラが暴れたり、ウルトラマンが怪獣退治したりしたら、震災並みの廃墟ができそう。できるできる。っていうか、ゴジラが口から吐いたら、もう放射能まみれですよ。ゴジラはだって放射能で正常になっちゃったんですからね、ああいうふうに。水爆実験でしたっけ？なんかそういう系の実験の影響でゴジラになっちゃったんですよね、確か。大魔神とかも穴やったらとどまないことになりますね。ネットヘッドさんいるかな。ね、うちのね旦那さんはねアニメーターさんなんですね。アニメの原画とか原画とか。作画監督とかやってるんですね。だからそのアニメの話がたまにちょこっと出てきたりしますよ。
そう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 、北欧の方のね、ありますよね。そうそう、それが知ってる知ってる、スタイルいいからね、本当に何者系だったんだけどね。アスト、そういえば東欧、北欧のコスプレサミットの写真見たんだけど、うん、かなり賑わってた。スタイルがいいから、パラレンの声をくぎてる兄ちゃんが並んでたりすると、かっこいいのよ。そう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 、シャープ、リモ、ね、スタンプライブアット、ゲームのキャラクターとかね、思いっきりそれっぽくなっちゃう。いきなり失礼。はい。今、朝 TV ジップで、マッチョマンのお笑いネタやってますね。あ、そうなんですか。シャープ、リモ、スタンプライブアット。こんばんは、はじめまして。ホリホリ配信している、リモでございまーす。えいいちさんかな？けい、けいいちさん。いきなり失礼、今で、あさとタチャンネル、ジップで、ガチャマの笑いネタ。そうなんですね。面白いんかな。見てみたいけど、今ちょっと配信中で見れない。ちょっと後で検索してみます。よいしょ、よいしょ、まずー、私はね、こうやってホリホリしております。ゴムハンを振っておりますよ、いつもね。だいたい平日ホリホリしております。震災前はね、毎日平日にホリホリしておりました。ちょっとね、今はね、ちょこちょこお休みしたりもしてますが、なるべくね、配信はしていこうと思っておりますので、よろしくお願いしますね。よいしょ、ガチャマネタっていうのもちょっと見てみたいな。後で見てみよう。ガチャマネタ見てたんですかね、私。手足が長いから外国の方は、ね、見栄えがいいんですよ、コスプレすると。アスト、でも圧倒神の黒布のお姉さんがミニスカのセーラー服着てるとなんかバランスが変。シャープ、リモ、スタンプライブアット。あの、なんかチョコシ、あ、チョコシエさん、ひとちら、作業しながら久々視聴。はいよ、こんにちは、お久しぶりでーす、ちこしえさん。なんだっけ、そうそうそう、八頭身のお姉さんがコスプレで女子高生の格好してると、どっか疑わしいところのお店のお姉さんかと思いますよね、なんとなく。今日はね、ラムネギンを掘っております。タイプもあんな感じですからね。ただロボット選手は出てこないね。あんな感じですね。一般の人がこう超能力持っちゃってみたいな感じですかね。
ピンマ大戦もね、小説読んでましたけどね、だんだん、なんかよくわかんなくなってきちゃって、それで読まなくなっちゃいました。買いましょうかね。大丈夫ですか？はい、アシト。はい。よし、そろそろ寝ます。はい。おやすみなさい。おやすみなさい。良い夢見てくださいね。RRR。もっと眠い曲もありますよ。ホット選手ベガは出てこないか。そうね、ベガは出てこないけど。うん。いつもの曲聞きたい。じゃあ、いつもの曲、元の向き前、ちょっと戻しましょうか。最初の曲ね、最初の頃に聴いてた曲戻します。こっちですね。そうそうそう、真剣魔大戦とかもあった。見てた見てたよ。はい、アスト、いつもの曲も聴きたい。はい、シャープリボスタンプライブアート、いつもの曲です。というか前回前に使ってた曲ですね。新幻魔大戦やらいっぱい出たし、私も途中まで読んだ。新幻魔大戦だからね。スタンプライブアット。新幻魔大戦って読んでね。そうそう、なんかいっぱいありましたよね。まあテレビじゃない、あの劇場になったのは幻魔大戦でしたけど、あれベガの声が江守徹だったの確か。違ったっけ。あの頃はね、見倒してましたからね、ああいう系のアニメーションを。ジー、アスト、アットマークキース、オーアイコンバンビ、アットマークアイ、アスト、ヤホリー、シャープリボ、スタンプライブアット。はい。アイ、アスト、わーい、よく眠れそうです。はい。ありがとうございます。シャープリボ、スタンプライブアット。そうそう、寝ちゃう人がいるんですよ。アスト、おやすみなさいませ。この曲なら私もすぐ落ちます。ねー、だから困っちゃうんですよ。スタンプライブアット。うん、じゃあ違う曲にまた戻しましょうか。大丈夫ですか。これいつもの曲ですね。これ寝落ちする方続出になるのでまた違う曲に戻しますよ。これも寝るか。これがさっき、これも寝るよね。こっちにしときましょう。音がちっちゃいね。ちょっと大きくしましょうか。大丈夫かな。私のところがちっちゃいんだよね。じゃあ自分のところの音を取ります。はい。プレイ、よくわからないの。サムネイルで、プレイフォーユーさん、サムネイルで、そうですよね。アットマークアンゲルゲート。うん。そうそう、プレイファリアさん、サムネイルで一覧表示もできるといいですね。ああ、そうですね。シャープピモ、スタンプライブアット。あ、じゃあ要望して書いたらいいかもしれないですね。一覧表示にしてもらえますかっていうのね。ちょっと見てください。もう探しちゃいました、私、そういえば。どこで見れるんだとか。あの、後でメールしときましょう。私もしておきます。アスト、久々に日時計のおかいいじゃないですか。寝ちゃうからみんな。スタンプライブアット。あれ、意外とみんな寝るんですもの。もうね、寝ちゃう、あの、作業系の人は寝ちゃうと困るっていう人いるので、ちょっとね、寝ない系の曲にしてます。
私もあの曲大好きなんですけどね、すっごい催眠効果があるみたいなんで。この間ずっとかけてた時はすごい勢いでみんな寝ましたからね。おしなさいおしなさいみたいな、寝落ちしてましたみたいな人がいっぱいいましたから。これをこの今私がかけてる曲はフリーの音源ですね。下の方にサイトがあるんですけど、そちらの方からお借りしてる曲があるんですね。よいしょ。寝てもいい系の人はね、あれなんだけど、そう、それだとさっきの日時計もいいんだけど、今ちょっと意外と作業系の人が多いのでね、ちょっとね、作業してる人は寝らんない系の人がいいのかな。じゃあどうでしょうの時はどうでしょうの曲使いたいけど、どうでしょうの曲は使えないんだよね。確か。じゃああれ申請すればいいのかな、どうでしょうの曲使っても。アニメは詳しいですよ、私意外と見てましたからね。CS 放送見てると昔のアニメをやってたりもするし、昔の時代劇をやってたりもするので、そういえばこんなのあったねみたいなのに思い出しながら見てたりしますね。一時期すっごい欲しかったドラマの CD じゃない、ビデオがあって、それはね結局買わなかったんだよね。ポッカポカっていうのがあって、それ欲しかったんだけど結局買わなかったんだよね。手塚アニメのは、マリンエクスプレスとかですか？マリンエクスプレスは多分手塚アニメ、24時間テレビの手塚アニメの一番最初のやつじゃないかな。とかかな。手塚アニメはユニットとかね。例えば、ダンス、アスト、アストに申請して使えるのは演奏、歌唱の場合みたいですよ。CD と音源の使用は権利者と直接交渉とのことです。ほー。シャープ、リモ、スタンプライブアット。なるほどね。
そういえば、昨日、おとといかな、あれですよ、エースを狙えとか、明日のジョーとかの映画を作ってたりする、出崎さんという方がお亡くなりになりましたね。時代を気づいた教授がお亡くなりになって、ちょっと残念ですが。そっか、どうでしょう、音楽は使えないのかな、やっぱり。そういえば、冬でも地震以外は大きなのは起きませんでしたね。これで収束してくれればいいんですけど。まあ、揺れてないのがうちの方だけっていう可能性もあるんだね。はい。歌うんですか。1月6日とか、1月6日じゃないからそれ。スタンプライブアット。6分の1ですよね。歌うの？歌えないよ。じゃあスタイプで、あれですね。誰かに歌ってもらいましょうか。息子さん歌えますよ。そういえばね、どこだっけな、カラオケ屋さんにありました、その歌置いてあったよ、カラオケ屋さんに。うちの息子が熱唱してたもの。息子に歌わせるか。なかなか進みませんね。まだ1本目だよ。しますうちの息子さんは完璧に歌えますからね、あの人。だってあれですよ、お友達とカラオケ行って歌った歌がそれですからね。ありえないでしょ、小学2年生で。今もう3年生ですが。
ち銅箱がね、2人いるんで、てかうち家族全員が銅箱なんで。って言っても周りの人わかんないでしょ。どうでしょうバカって言うんですね。もすごいですね。中島みゆきさん歌ってる歌とキャラクターと全然違うから、中島みゆきさんはラジオ大好きでしたよ私。聞いてたもの。私は面白いです。オールナイトニッポンリスナーです。私もそうです。最終回がテープに録って RW シャープリーもスタンプライブアート。そこまではない。すごーい。オールナイトニッポンとかね、もう普通に聞いてましたね。セイヤングとオールナイトニッポンと夜友ですね。私が聞いてたの。ルルトンまで多分知らない人いるんだな。で、まあ、さだまさしが、NHK の番組というか、夜中の中のそんな、ラジオみたいな番組やってますね。NHK で。なんかあの番組も見てしまうんですね。カットしてきますね。ちょっと大きいなと思って。とりあえず半分ね。あと半分だよ。
7616。うん。朝までさだまさしね。そうそう。新年夜中のは毎年見てます。ダブニューシャープリも、スタンプライブアット。もう震災後のやつ見ます。チーズ、オーワイ。これは、依頼品なのでしょうか。ほんとシャープリも、スタンプライブアット。ちょっと待ってください。こちらは依頼品ではなくって、今度イベントがあるのでそれ用です。ちょっと待ってくださいね。これは依頼品ではないです。イベントに出す系のやつですね。朝まで佐田雅さんはこの間の放送を見ましたね。今日の配信は何時までしょうかな。はい。テープがダメにならなければ聞けるけど、今のうちに、違うのに落としておく方がいいんじゃないの？テープの再生する機能があるのが、だんだんなくなってきてるけど。テープのデッキがなくなっちゃうよ。CD とかそういうのに落としといた方がいいかもしれないよ。老後の楽しみぐらいまでにカセットテープのレコーダーがあるかどうか。数百本って何時間しゃない。毎日毎日1本ずつやれば何年か後には終わるんじゃないかな。やったら数百日で終わる。
と気が薄くなってるので寝づらい。あれなんだよね、なんだっけ、カメラとかもデジタルバイ、デジタルになっちゃったじゃないですか。でそれが昔のなんだっけ、フィルムのやつだったらいつでも現像できるんだけど、何十年後かに今のデジタル媒体が変わっちゃったりすると、プリントできなくなるかもしれないから、その都度変えなきゃいけないよね。その時の媒体に。いや、考えてみたらめんどくさいよね。今日も1時半で終わりにします。明日ちょっとね、懇談会さんがあるんですね、うち子供の。ちゃんと寝なくてはいけないので、また頭痛になったら困るのね。歌詞レコード屋さんっていうのありましたからね。で、15分テープとかありましたね。なんかすごい中途半端な数のテープとかもありましたね、録音時間が。なんか最近そんなカセットが見ないから、そういうシーンもなくなったってことですね。レコーディアさん、うちの駅前にもありますよ。ここじゃなくて、私実家の方のね、今も多分あるのかないのか知らないですけど、大体今レコード屋さんで、楽器屋さんも見なくなったかな。昔はよく街中でも楽器屋さんっていうのがありましたけど、昨日ね、豆腐屋さんとおでんとおっしゃった時に、
私は所沢で待ち合わせをしたんですが、所沢にはね、楽器屋さんが、ちょこっと、ピアノとかがね、あるお店がちょこっとありますけど、街中に楽器屋さんとか、そういう、レコード関係のお店見なくなってたのね。初代ガンダムの音だけ全部テレビから録音したりして SW 何がいいか名古屋テレビの仕事でガンダムのホームページ作れたのが嬉しかったなあ。そうなんですね。すごーい。スタンプライブアートガンダムのホームページ作ったんだ。すごいすごい。うちパパさんがガンダムのお仕事やってましたけど、もしかしたらそれ関係だったりして、やってた。シャープリボスタンプライブアット RRRGRAY アットマークスティチュープロジェクト、それは知らなかったとも。アントアイ言わんだいね。シャープリボスタンプライブアット、私はあれですよ、山口さんちのつとみくんをラジオに行ってあの流してるのを、カセットで撮った。普通にやってたよ、そういうのとか。テレビの音とかもやった。でね、あの、周りで音がちょっとすると入っちゃったりするんで、もうダメージでみたいなことをやりましたね。でね、ちょっと喋られちゃったりすると、ちょっと黙っててよみたいなのをやりましたな。確か、みんなとこまで撮ってたかもしれないな。まあ、あとね、やっぱエアチェックもあるな、うちも。今考えると、なんでそんなの撮ったんだろうみたいなものを撮ってたかもしれない。YouTube でやったのはね、カルナス。関西エリアじゃないと知らないと言われてるカルナスね。怖かったなぁ。
あれを探してんだけどね。あの、三丁目の電柱。今、言ってはいけないような企業が宣伝してたやつ。私貼ったやつは、モンママのとこで貼ったのは、なんだっけ、あれですよ。オロナミン C は貼りましたね。でね、私が求めてるオロナミン C はなかったんだよね。ママはなんとかのオロナミン C 系のやつ。うちのパパさんはそうですよ。うちの旦那さんはタンパのラジオで、受信してハガキ出してましたからね。で、なんかしおりもらったりとか、なんかいろんなもんもらったりとかしてたみたいですよ。今それどこにあんのよって言ったら、さあって言ってましたけどね。実家にあるんじゃんみたいなこと言ってましたよ。この前、そう教えてもらったんですよ。それ、なんかカードもらったりとかするらしいよ、みたいなの。ああ、そうなのか。そしたらあるかな？うちのパパさんの。もう。もう、すごい。私150センチです。です。でもこの間車にいっぱいアンテナつけてた人がいるけど、あれは何？あれは何だったんだろう。車のいっぱいアンテナがついてたの、車に。何だろうあれ。無線かな？なんだろうね。すごいね。いっぱいね、車中にアンテナついてる感じだったんだけど。ちっちゃい家族です。なんか四駆みたいなのについてたの。RRRGRAY。夜だけなんとか聞けるラジオ大阪。OBC の放送は韓国の放送が混ざって聞こえてきてた。かっこ笑い。なんかね、そう、なんか大阪じゃないけど、うちの方でもなんか、韓国だか中国だかみたいな。150ですか。そうですよ。そして3、シャープ、リボ、スタンプライブアット。そうですよ、次ですよ。ちっちゃいっすよ、うちは。全員がちっちゃいんですよ。あ、うちね、妹の旦那さんだけでかいんですよ、めっちゃくちゃ。で、うちの旦那さん、うちの妹の旦那さんは190あるんで、うちね、私が150でしょ。うちの母親が146か、7かぐらいで、うちの妹が160なくて、
で、うちのお父さんが165あると思うんだよね。アットマーク、チー、アスト、ポポ。ただメンバーさんから頭一つ抜けてたので、シャープ、イモ、スタンプライブアット。キーズ、オーワイ。おそらく、チデジ。電波調査の車じゃないでしょうか。あ、そうか、そうかもしれないですね。なんかいっぱいね、電波っていうかのあれがついてたんですよ。謎のハングル放送ですね。謎のハングル放送。そう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 、深夜になると謎のね、ハングル放送ファイルに。電波管理局の法局探査者かもしれないし、見ないとなんとも。なんかね、うちの車はこんなでした。どんなでした？スタンプライブアット。うちの車はどんなでした？そうかな、そう、違法探知車なのかな。なんかね、四駆みたいな車に前も後ろもいっぱいこう、で、ついてましたよ。なんだこれ。家のなんかあれみたいなのがついてますね。なんかね、前とか後ろとかにこんなビビビビついてる。なんか、お家のアンテナがついてるみたい。へえ、すごい。そういえば、うちの、今ここの、ここ賃貸なんですけど、上に、今地デジになったんで、地デジというか、うち、ジェイコムさん入ったんで、アンテナ使ってないんですけど、この前の地震でアンテナ倒れて、今落っこちそうになってるんだけど、早いとこあれ撤去してもらわないと危ないんじゃないかなと思うんだけど、どうなんだろう。もうね、すっ転がってね、何でしたっけ、上のところにね、倒れてるんですよ。屋根のところに。あれ、ほっといてもいいのかな？とりあえずはね、言ったみたいなんですよね。全然特許も何もしてくれないんで。なんか C さんの車、お家のなんかアンテナがついてるみたいに見える。なんかね、いっぱいね、いっぱいアンテナが立ってたの、その車。その違法のそういうのをチェックする車か、地デジ関係のかな。無線のやつじゃんってうちのパパ言ってたんですけど、無線とはちょっと違うのかな。前によくいたのは、なんか変な、やっぱりこういうアンテナとか、カメラみたいなのついてるやつを、なんだこれと思ってたら、多分、Google の写真じゃなかったのかな、あの車みたいになりましたけど。このあたりにね、そういう車になりましたよ。怪しい車でしたけどね、それも。C、アスト、もっとでかいの返してたこともありま、W、シャープ、リボン、スタンプライブアット。もっとでかいの？すごい。ちょっと見てみよう。C さんの車、すごい。なに、C さん。なんだこれ。これ危なくないの？すごい。これ目立ちますね。すごい車乗ってたんですね、しゅうさん。目立ったでしょ、この車は。そうじゃない？スケジュープロジェクト、アットマーク、G、
アスト、さすがにこの状態で高速道路は走れないですよね。止められると思う。じゃあ、時もスタンプライブアット。怖いよ、だってそれでちょっと高速道路走られたらいつ飛んでくるかわからない感じがして、うん、You are me mobile ham radio ハムラジオ、でもハム無線、そうだと思います。うん、ハム無線、ハム、うんうん。そう、Cさんは確かハムをやったと思います。そうね、メトさん、そうですよ。すごいよね。皆さんなんかそういう方がいますね。そうそう、意外と多いんですよ。そうなんですよ。あの、豆腐屋さんもやってたみたいなんですよね。で、Cさんもでしょ。で、今聞いたら、カズノさんもやってたっぽいし、みんながやってる。私もやりたいな。けど、免許取るのが大変なんでしょ。パパに取ったら、免許が大変。アマチュア無線。私はもうコールサイン切れてる。シャープ、リボ、スタンプライブアット。皆さん切れてるんですよ。Cさんも切れてるの。アットマークカゼロ616。キツネ狩りというより、違法局潰し合ってました。一応430 SSB で AJD 取ってます。おう。シャープ、リボ、スタンプライブアット。豆腐屋さんも確か切れてるって形がするんだけど、じゃあ徳さん来てないんでわかんないんですけどね。みんな男の子ですね。
うん、私もそういうの大好きですけど、私はそういうの持ってないですね。車の免許だけですから、でも言ってもね。気にはなってやってたのね。スタンプライブアット。C アスト。お、過ぎてしまう。アットマークカゼロ616。うちも切れてる。うん。アットマークはジェルゲート。49なら幼稚園の坊やでも撮ってるから大丈夫よ。49って何？シャープ希望。スタンプライブアット。後で調べよう。うん、後で調べますよ。なんだろうな。うちの息子ちゃんにでも撮らしてみようかな。どうなんですか？もうお詳しい方がいっぱいいらっしゃるのでどうなんでしょうかね。今は違うんですね。なんかちょっと楽しいよ。なんか調べてみようかな。意外とね、男の子がやることが私大好きなので、あんまりね、ちっちゃい時からね、女の子の遊びってしなかった人なので、こういう会話大好きだね。何なんだい？私も電話中でした。シャープ、なんだっけ？これが何？
シーさん助けて。ちょ待ち。ちょ待ってね。こんにゃくくん出さなきゃダメだ。反射でもやらない限り耳が良ければ何とでもなるんで、シャープ、芋、スタンプライブアット。いや、違う。よし。見るか。翻訳さーん。何ワーキングオン。プレイヤーとさ、そうなの？TL で紹介してるのではないかと。あ、そういうことなんですね。夜遅くまでやってますってことですね。Thank you。そう、夜遅くまでやってるんですよ。大体いつも夜遅いんですよ、私がやるのは。TL で紹介しているのではないかと。あ、そうなんですね。スタンプライブありがとうございます。ネットヘッドさん。アットマークにも、仕事や遅くまで、そうなんです。そう、あ、そうそうそう。終了しようと思ってたんですけど、話がさ、花咲いちゃってるんで。そろそろ終了でしょ？うん。スタンプライブアット。あの、ハメ無線で花が咲いてるんで、もうちょっとやってても平気なんで大丈夫ですけど。ですね。じゃあ、とりあえず、じゃあ45分までで終わりにします。45分です。っていうことは誰か書いて45分でで残りはまた明日残りをやってさらに違うものも振ります。細かいところの処理はまだ終わってないんでね。あ、時間過ぎてる。そうなの。スタンプライブアット、45分までしますから、ちょっとね、私もその今ハム無線の話がとっても面白かったんで、で明日もこのラムネさんとあともう一つ何か掘りますね。準備しましょうかね。何だろうかね。なんかちょっと考えてきましょうね。確かにそうかも。シャープ、イモ、スタンプライブアット。ガラス、アスト、犬さんは辞めたんでしたっけ。犬さんは、シャープ、イモ、スタンプライブアット。なんか他の犬さんにしようかな。カゼロ616。国家資格、なんで取っといてもいいかも。W、シャープ、イモ、スタンプライブアット。国家資格なんですね。ムキメ、サブ。あ、ムキメさん。ただいまり。シャープ、イモ、スタンプライブアット。ただいま、おかえり。ミキメさん、帰りなさい。アイカーブアンキの12時45分。はーい。
おかえり。あ、ぬきめさんに写真送るって送ってない。明日にする。明日送ります。昨日ね、頭痛くてちょっと送れなかったんで、で今日は忘れてた。明日送ります。もうね、前向きのやつと後ろ向きのやつと何枚か撮ってあるんでね。良さげなやつ使ってやってください。しますよ。明日じゃあ犬さん何か用意しておきましょうか。犬さんね。やります。ちょっとね、10時半は早くて、それなんで、11時からやります。予定表変えないとね、11時からね、変えてきますね。災害時には、ハム無線がすごい大活躍だったみたいですよ。アットマーク G、アストサンクユー、うん、フォーアットマークリモ、はい、オールモストタイムトゥースリープ、はい、シャープリモ、スタンプライブアット。で、そろそろ終わりにしますよ。明日、またこれの続きと、明日じゃあ、パルタン、何か、動物掘ります。動物。犬とは限らないかもしれない。何か動物掘りますね。鳥がいいかな？みんな鳥が好きだったら気にしますけど。猫とか犬とか、馬。馬は、まあ馬も掘れるけどね。馬大好きなんですね。なんか動物。アスト、サニースモーストアドバンスドレシーバー。シャープ、リモ、スタンプライブアット。にゃ。モーストアイドイドイノトカレシーバーはい、じゃあね45分に、なりますんでそろそろ終わらなかったやはり大変だったねお疲れはいちょっとね、ちょっと途中がちょっとありましたんでちょっと難しいところ難しいというか細かいところもあったんでね明日またカラスアストやりますラブネビー終わらなかったうんやはり大変だったのねうん。お疲れ。はい。シャープ、リモ、明日もこれやります。明日それで動物を掘りたい。と思いますので、何か用意します。皆さん。はい。おやすみなさい。おやすみなさいです。どうもでした。はい、また明日やります。おやすみなさい。カゼロ616。うん。アットマークネットヘッドクール。へぇー。キュアラジオレシーバー。へぇー。シャープ、リモ、スタンプライブアット。アスト、うん、ネットヘッドさんのラジオ受信機はソニーの最高峰のやつなんです。おうシャープリモスタンプライブアット、はい。お疲れ様でした。あ、ね、ネットさんにこれ言ったんだっけ？これねマイクロスコープです。このカメラ。マイクロスコープでこんだけ大きく映してます。とりあえずね、これだけは説明しとかないといけないからね。ではでは。おやすみなさい。明日また11時頃から配信したいと思います。ではね、皆さん、今日はお付き合いいただきありがとうございました。二
続きは明日11時から、あと何か他に動物を掘りきたいと思います。では、おやすみなさいませ。良い夢を皆さん見てくださいね。バイバーイ。バイバイよ。はい、おやほみなさーい。はい、お疲れ様でした。See you next time ですね。アスト、おやほり、アンドアンプ、See you next time by シャープリモ、スタンプライブアット。See you next time。パネル616、お疲れ、シャープリモ、スタンプライブアット。ネットヘッド、アンドマークカゼロ616、とも、ありがとう。はい、ネットヘッドさんも、See you next time。カラス、アスト、また明日。スタンプライブアット。また明日、today。明日って today。tomorrow だね。明日は tomorrow でしたね。また明日、11時、tomorrow でーす。はーい。バイバイ。読み込むまでちょっとつけときます。ではまたまた、おやすみなさーい。Bye-bye.